さあ始まりましたオフレコ号、毎回他では聞けないビジネスのここだけの話を聞き出そうという番組でございますが、今回はその企業訪問版ということでございますね、大室先生。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今回はですね、商船三井さんのスポンサードでお送りします。今日は我々、そうですね、私は、大室先生は普段着とあんまり変わらない実は普段コンブレなんでね、はい、あんまり変わらないですけど、でもここにちょっとここにです、はい、ついてますし、私も帽子もかぶってますし、はい、ということでございまして、まあ、どういう感じなんですか、はい、今日実は海の日、はい、ということですね、はい、国交省が主催する商船三井協力の海の日プロジェクト in 青海のイベント会場からお送りいたします。はあ、なるほど、はい、イベント会場、このイベントですね、まあ、次世代を担う子どもたちに船と海を身近に感じてもらうためのイベントだそうです。なるほど、なるほど。今年初めにですね、商船三井で働く岩本さん、はいはいはい、来ていただいたじゃないですか、はい、覚えております。結構こう地球に配慮したそういう船を取り組んでて、将来的にはこうしたいんだなっていうこととか、いろんなことをお話ししてて、いかにこの海運が大事かと、 そうですね、それによって物流というかね、はい、いろんなものが入ってきてるんだっていうのを、ちょっと予想以上に物流のほとんどがもう、はい、海運だったってことをね、知らなかったんで。あとはその先ほど言った健康、あの環境ですね、環境の問題ということですね、はいはい、さあということで、今回のイベントについてももう少しね詳しく知りたいということでございました。大室先生、今回のイベント、はい、そして商船三井の解説お願いいたします。はい、商船三井は鉄鋼原料、石炭、木材チップなどを運ぶ各種専用船、また有名ですけど原油を運ぶタンカー、はいはい、液化天然ガスを運ぶ LNG 船ですね、はいはい、自動車船、さまざま製品を運ぶ総合輸送グループです。で、まあ、世界最大級の船体と、およそ140年の歴史で培った経験と技術で地球全体を舞台に海運事業を展開しているということですね。ですからこれが全てストップしたら、はい、あのえげつないことが起こるんですよね、多分日本で。いや、起こるでしょうね。要するに体で血液止まるみたいなもんですからね。そういうことですもんね。それを全部担っていただいてる。インフラだから。今回のイベントの目玉である、全長約200メートルの巨大な自動車船の船内見学会は、コロナ前2019年以来、なんと5年ぶりの開催。5年ぶり。船内では自動車の積み込み、船員が仕事をしているブリッジや、輸送する貨物の収納、増置するスペースのカーゴホールド、居住区などを見学できるそうです。これは我々が特別にじゃなくて、一般の方とかお子さんも見れるわけだ。はい、今回紹介する自動車船は特に LNG、まあ、液化天然ガスですね、を使用し、温室効果ガスを、大幅に削減しているということですね。まさに最新の船だということです。まあ、ほぼ船っていうふうにあんま見えないです。見えないですよね、もう本当要塞建物、はい、でもこれが浮いて移動するわけですからね、はい、すごくないですか。それでは早速、商船三井のビッグイベント海と日本プロジェクトに潜入いたしましょう。船に向かって全速前進さあもう海ですよ。海ですね。こっちは海でございますから、はいはい、もうほんと東京湾ですね。こうやって見ると海ですね。海ですね。結構近いのに、はいはい、あ、先生、はい、いらっしゃいました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、商船三井二等航海士の高井由美子です。あ、よろしくお願いいたします。本物の航海士さんという、はい、航海士、はい、はいはいはい。今回のイベントでは、自動車船の中に入っていただいて、はい、普段一般の方が見ることができない船での暮らし方や働き方をご覧いただけます。なるほど、お願いします。こんなの入れるわけですよね。はい、ぜひ。ハワイのショッピングモールでこんな駐車場ありましたよ楽しみでございますね。はい、行きましょう。はい、こちらでございますね。はい、うわ、でかこんな感じなんだ。でもやっぱり階段がなんかこう、やっぱりこう軽量化してる感じがしますね。そうですね、角度がすごい、角度がなんかやっぱりなるべく重くしないようにね。そうですね、強度と軽いものでやってるんですよね、はい、船だから。こちらです。おお、足元ご注意ください。へえ、あれです。おーおーおーおお、はい、ブリッジです。船の、あ、じゃあもう頭脳、頭脳です。あ、頭脳、飛行機でいうコックピットのようなところです。でけえ、はい、コックピットと同じだけどでかいですね。でかいですね、はい、冷蔵庫が思ったよりちっちゃいですね
この広さのサイズは、あ、でもずれないようにちゃんと固定してとか、ね、動揺、船が動揺してもずれないようになっています。面白い。皆さんは何ですか。当社の船乗りの皆様です。階級的に言ったら上司が、はい、上司でございます。なんかですよね、ここの線が多いですよ、ね、多いですちょっと、ちょっと、はい、はあ、でぜひちょっと一つ一つ紹介させていただきたいんですけれども、はい、はい、これが皆さんおそらくご存知の、こちらが海図です。はいはい、海図ありますね、はい、これね、線がね、はい、あります。そうなんです、これに線を引いてコースラインその通りに走るというのが私たち航海士の仕事です。なんですけれども、今この紙海図は使っていなくて、はあ、今全てデジタル化しております。あ、そうなんですか。はい、こちらですね。あ、これ、はい、もう見るからに勝手に触っちゃダメな感じがぜひ触ってみてください。こちら車のカーナビと同じような感じで、はい、この周りにいる船の GPS の情報も全て受け取って、ここで全て情報を見ることができます。すげえ。今じゃあこのリアルタイムに現状の、はい、そうですね、情報が来てるわけですよね。来ています。で、本船は今ここに止まっている。じゃあ東京はね、何台とか分かるわけですよ。そうですね、情報を持っている船であればここに全て表示されます。はー、はい、面白いですね、はい、で、綺麗ですね。綺麗ですね。やっぱ見やすいです。や、安い見やすい。あ、見やすい安くはないです。安くはないですよね、はい、すいません。こっちもやっぱ素敵ですけど、はい、見やすさで言ったらこっちの方が安いですね、はい、いいですよね。あとこちらですね、これがステアリングスタンドです。ここで船の操縦を行っています。舵をここで実際に動かせます。この大きな船の舵はこれほぼゴーカート。いやいやいやそうですね、本当ですか。もう今、はい、俺の中のイメージだったらなんかこういうのがーってイメージ、はい、このサイズでこの大きな船が動きます。で、今もちろん触っちゃダメですもんね。いや、大丈夫です。え、あ、スイッチ入ってないスイッチ入ってないので大丈夫です。どうぞ。いいっすか。はい、重いですか。いや、めちゃくちゃ軽いっすよやばい。いや、ゴーカートよりも軽いかも。あの、なんですかね、昔遊園地にあったあのパンダの乗り物ぐらいのハンドルの軽さ、はい、ちょっと触ってみてくださいよ。あ、重厚感がない、はい、これでもすごいガンガン動きます。広い海ではこれは全て自動で操舵してくれます。なるほど。じゃあこれ使うときは、はい、これを使うときは今みたいなこの狭いところですとか、はいはいはい、岸壁につけるときにここは手動で動かします。これどうやって見るんですか。だって岸壁につけるとするじゃないですか、なんか右舷なんとか着岸とかあるじゃないですか、はい、はい、そうです、ね、その時 どこをどう見るんですか。基本的にここに立っているのは操舵手というあのポジションの人が立ってまして、はいはい、キャプテンとか航海士は前に立ちます、はい、ここです。そこで見て指示を出して、はい、面かじいっぱいとかとかやるってことなんですね、はい、そうです。でもかえって難しいね、このちっちゃいのでこれ動いちゃうわけですよ。動いちゃいます。はい、でキャプテンも大変ですよねこれ。はい、キャプテンがこれだって見るとこ多すぎて。そうですね、基本的にはここでこの方位が分かる、ここにジャイロコンパスというのがついているので、コンパス、これが、はい、コンパスがついています。これを見てキャプテンはどこに曲げようかなっていうのを考えながら操船されています。その大げさかもしれませんけど、はい、外から見た感じ、これって中学校が動いてるのもんじゃないですか中学校のサイズ、中学校が大きい中学校が動くわけですから、はい、本当に大変だと思いますよ。そうですね、なので本当にこの岸壁につける時っていうのが一番すごく多分キャプテンは緊張されるので、ジャイロコンパスが左舷と右舷にもあるんですよ。あ、ここにもある。はい、ここにもコンパスがあります。このコンパスずれたら終わりじゃないですか。終わりです。だからもうこれは適当な磁石でずれないようになんかなってるんでしょうね。そうですね、ジャイロっていうそのなんかあの絶対にずれない、絶対にずれない、ちゃんと北を指すその仕組みが入って。なるほどなるほど、はい、ちょっとした時期とかで動いたりしないように、うん、そうなんです。で、あの真ん中だけじゃなくてこの左右にもコンパスがある理由はこの岸壁につけるときにキャプテンがここに立って、下のこの岸壁を見ながらちょっと待って、めちゃくちゃむずいじゃんこれ。はい、だって今立っているそちら、おお、怖何も早く言ってよ。いや、すごい立たれるなと思って危なあ、もう、はい、いや、ここで見ながら、はい、ここでも見れますし、こうやってあの岸壁のとちゃんとパラレルになっているかを見ながらこれ、はい、ピッチピチについてますよ、ギリギリのところに。そうですね、ぴったりゴムの緩衝材が入っているので、うん、そこにぴったりつけるようになっています。でもこれは緊張感あるよ。キャプテンと水先案内人がこちらで操船をするので、少しあの船体よりも少し出っ張っている形です。まさにあの水先案内人ってことは本当に今でも言うんですね。はい、言います。だから地上から言ったら広い海だなと思いますけど、はい、ここ乗っちゃうとそんなに広くないから、はい、狭くて狭くてこちらとしては怖い。あ、そこも狭いってイメージ。狭いです、はい、とても狭いです。はあ、
はい、レインボーブリッジ今日できて、眺めいいなと思ったけど、もうこれ狭って感じ。大丈夫かなって。あ、なるほど、ギリギリだし、大丈夫だ、止めろ止めろ、もうちょっとこうだ、あだっていうのをここで。そうです、そうです。この距離で。はい、やるわけです。ここで操船するために少し普通の車だったらミラー見ながら自分だけど、もうこれ無理だから人の協力しないとダメだと。そうですね、真ん中で。そっか、ミラーぐらいの感覚ですよね、出てるのは、はい、だからこっち1ミラー人みたいな感じですよね。はい、そうです。その人は信用できなかったらもうアウトです。そうですよね。俺船長やだわ。俺このプレッシャーで働きたくないわ。それでは次のエリアに行ってみましょう。はい、こちらが船長さんのお部屋です。キャプテンルーム。キャプテンルーム。はい、キャプテンルームです。入ったことあるんですか？ないです。ちょっと今回初めてなんですけれども。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。ねえ、はい、許可をいただきました。お願いいたします。はい、憧れの部屋ですよね。憧れの部屋ですね。はい、失礼します。失礼します。失礼します。ちょっと僕もこちらで。あ、広いですけど、そうです、豪華客船の部屋とかに比べるとですよね。なるほど。はい。キャプテンの部屋がやっぱり乗組員の中では一番広くて、応接室と寝室の2つに分かれています。これなんかあの呼ばれる何の時喋るんですか？こう、そうですね、港についてこうお客さんが来た時ですとか、あとは応接だ、本当に。そうですね、はい、重要な会議があったりとか、重要な会議トラブルがあった時の、はい、会議室になります。はあ、なんか誰々キャプテンルーム呼ばれてたぞとか、はい、時と場合にはあるかもしれないですね。でもなんか豪華さっていうのはないですよね。やっぱりちゃんと公務をする、そうですね、仕事をする公務室になっています、はいはい、でこうあの船が揺れても、うん、こう家具が動かないように下に、はい、ついてる、ついてる、全て椅子も、うんうん、あ 全部、はい、全部ついてますね。なるほどなるほど、はい、あとですね、ここもこのようにあの引き出しとかも全て硬い、ちょっと硬くなって、なるほど、はい、ちょっとシャモンでは開かないように、簡単には開かないですね。あ、開きましたけど。あのいやでも確かにちょっと硬いか、同様には、はい、強いです。ちょっと硬いですね。へえ、はい、あとですね、うん、こちらあのさっき上で見た船のカーナビみたいなやつ、なるほど、ここでもキャプテンの部屋からも見れます。常に見れるように、はい、どうぞ。いいね。ちょっとせっかくだから、せっかくだ、ちょっとそれこれ初めてですか？これ初めて、はい、これ大丈夫ですかね。怒られないかな。でこうキャプテンがあの、いい、どうですかこの眺め。最高です。あ、でここで全ての責任を負い、はい、全てのジャッジをする。はい、そうですね。あ、大変だな、これはやっぱ仕事なんだな、この観光で行ってるわけじゃないんだなっていう、その浮つき感はゼロですよね。そうですね、すごく質素な、うん、作りになって、質実剛健と言われる、はい、まあ、感じですよね。そうですね。本船のこの居住区ですはですね、あの当社の技術部と海上安全部が私たち船員の意見を取り入れて作っている船なので、船員のウェルビーイングというのをすごく重視した作りになっています。あ、ストレスを感じないですよね。なんかもうギチギチだし寝れないよ、そうですね、そういうことじゃないってことですよね。そうですね、すごい綺麗にしていますし、防音性もしっかりしてますし、ストレスの低い環境です。ちなみに高橋さんの部屋はどれぐらいのサイズなんですか？8畳、はい、8畳を一人で過ごしています。あ、じゃあいいですね。はい、ウェルビーイングをすごく重視した。本当ですね。だから僕のイメージだったら、その若い者とかは2段ベッドみたいなとこで、なるほど、その映画とかで見るじゃないですか。はい、ありますね。あれはもうなんか本線は全くなくて、もう一人一部屋です。どんなクルーも全部、まあ、外行けばね広いですしね。そうです、めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、個人部屋としてそんぐらいあれば、まあそこそこ悪く、はい、船の生活で一番大変だったことってありますか？はい、いろんな大変なことあると思うんですけど、ね、はい、私たち航海士がですね、あの4時間交代でブリッジでその当直を行っているので、ああちょっと睡眠時間が不規則という。なるほど、はい、4時間そうなんです、はいはい、夜勤と、あ、そうなんです、夜勤とお昼に1回ずつ働いて、その後はちょっと雑務して寝るっていう感じで。夜勤だけの人とかいないってことですね？いないですね、うん、1人1日2回合計8時間働いてます。へえ。だからそうすると普通の、まあ、いわゆる地上の勤務だとよく交代勤務って夜勤の工場労働者とかいるんですけど、はい、まあ、ちょっと日中 の太陽の光との関係で結構合わない人もいるんですけど、そもそもそっちもずれてますからね。そうですね、船もどんどんずれていきますし、うん、そもそも私はあの0時から4時の担当なんですけれども、もう夜の0時から4時はもう誰も来てないので、うん、一人で起きています。涙出てこない？一人で夜の海とか夜の海を見て怖くて、もう星空が綺麗なので。あ、綺麗な、はい、
あと移動中にお話をお伺いしたんですけど、はい、一番好きな海はカリブ海なんですよね。カリブ海、そうですね、真っ青で綺麗で、はい、はだからそういうなんていうんですかね、ボーナスというか、それはありますよね、はい、ありますね、すごい綺麗な、例えばあのクジラとかイルカとか、もうものすごい、あ、リアルホエールウォッチングだ、リアルホエールウォッチング、はい、で群れで動いてるので、水族館みたいな数匹とかではなく、もう何百匹の群れです。おお、見たことがある。それはちょっとやっぱダイナミックというか、はい、すごく感動しました。そうですよね、なるほど。でも体調管理も大変ですよね、はい、そうですね、やっぱりあのお医者さんがいないので自分でちょっと軽く運動したり、たくさん人がいるクルーズ船は、はい、あ、そうなんです、医者がいますけど、はい、船員さんがいるんですけど、こっちはいないんですね。いないんですよ。途中乗っててお腹が痛くなったから、ちょっと一回帰ってもらったのってできないですよね。そうですね、本当にちょっと緊急性があったらオンラインとか電話でちょっと医師の指示を受けながら、うん、船 の, その担当者がそのちょっと薬を処方したりとか、まあ、よっぽどやばかったらヘリですけど、そうですね、基本的にはもう、そうですね、自己管理を徹底して体調を整えて乗るっていうのが、はい、一番大事です。高橋さんの一番こう船に乗る、はい、そして進むにあたって大事なものっていうのは何になりますか、はい、そうです、保湿クリームですね。保湿、はい、いらないでしょ保湿。海の周りがいやいや保湿だらけでしょ。あの常に空調が効いているのでものすごく乾燥するんですよ。なのでもう化粧水とかもう体のボディクリームとかもう絶対に多めに持ってきます。あと日焼けも確かに。そうなんですよ、日焼けも。赤道に近くなるともうどん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 もう、うん、もう日本の2倍とかになって、あ、なるんですか、はいはい、紫外線というか、はい、紫外線が、それが将来のまあたるみとか、ね、大事な話。あ、そうですか、はい、なるほど、それはもう欠かせない、うん、欠かせないアイテムです。続いてターミナルにご案内します、はい、面白かったですね。いやー、面白かったですね、はい、さあ、ここはいろんなブースがあるということでございまして、ちょっと賑やかになったというか人が多い、はい、ところになりますね、はい、実は今回のイベントには船以外にもたくさんの見どころがあるんです、はあはあはあ、はい、子どもたちに向けたイベントなので海運の仕事を体験していただけるイベントをたくさん用意しています。はあ、なるほど、こういうものがあるんだ。へえ、面白い。はい、昔は海、物運ぶみたいな感じで、なんか結構環境みたいなのが多いんです。そうですね、今環境にもしっかり重視してる。確かに、なんかやっぱりこのちょっとサスティナブルみたいな方向にやっぱりこう船っていうのがかなりこう関わってるっていうのが今、だから以前番組で紹介していただいたものもありますもんね、こういうものをやりたいんだとか、はい、こういうことになるんだっていうのもあるから、そしてすいません、今日はお二人にぜひ紹介したい小船未知の仲間たちが来てくれています、はいはいはい、ぜひ紹介させてください、はい、こちらの皆さんです。あ、どうもよろしくお願いいたします。お願いいたします。こちらの皆さんは、MOL アンバサダーの皆さんです。 MOL アンバサダー、はい、MOL ってことは小船未知ってことですよね、はい、はい、のアンバサダー、はい、若すぎませんか。そうです ね、 ね、皆さんはこの海を守ることの大切さですとか船の仕事についての魅力を次世代の若者に伝えてくれる役目を担っています。だいたいどれぐらいの年齢の方が、小学生から高校生まで、はい、入れるということで、はい、はいはいはい、皆さんお仕事はアンバサダーの仕事ですか、何を主にはですね、はい、海運業における社会問題について取り組んだりですとか、こういった体験、海の仕事の体験イベントの運営をしてくれたりですとか、あとは私たち商船三井と取り組みたい、プロジェクトの企画立案を行っています。あ、なるほど、なるほど、なるほど、いや、この世代でこんなに落ち着いてて、はい、無口ってなかなかいないでやっぱしっかりされてんだなと思います。そうですね、ベースやっぱカメラ見たらうわーとかギャーとか言うけども、はい、みんなしっかりされてアンバサダー全とされてるということでございますけど、はい、今日どんなお仕事されてるんですか。今日は海の恩恵に感謝して日本の繁栄を願う大切な海の日です。全国にいる MOL アンバサダーが集結して、私たちと同じ小学生の皆さんに海運業の価値や商船三井の魅力を一生懸命伝えるお仕事を行います。なるほど、素晴らしい。すごいな、素晴らしい。小学4年生なんですよね。小学4年生、私こんなにカンペ読めませんでしたよ小4の時に。
すごいね。見たこともないバッグ持ってますすごい。これは何ですか？サンフラワーっていう船です。私前の土にちょっと乗りに行ったんですけど。乗ったことのある船、これ好き、このフラワー、船は。船長さんにお話を伺ったんですけど、機関士とかはすごい大変な作業をして、フェリーの船旅を増やすためにしてくれていたので、すごい感動しました。なるほど。吉村さん、おさん、私たちが作った MR 小中高生アンバサダー新聞もぜひ見てください。新聞、あ、なんとなく後ろにありますよね。なるほどなるほど。これ皆さんが作った小中高生の新聞。小中高生版だ。海がそんなやっぱお好きなんですか？ベース、まあ、大好き、はい、はあ、だからもう楽しくてしょうがないんじゃないですか、こうアンバサダーしてんのは。まあ楽しい。やらされてるアンバサダーじゃない。大丈夫でね、望んで大好きな、はい、何をどんなことをまとめてるのかちょっと、はい、はい、こちらに4つの新聞でまとめておきました。それぞれのチームで説明させてください。はいはいはい。僕たちのチームは航海士、機関士さんのことを新聞にまとめました。航海士がいないと目的地まで安全に航海ができなかったり、はい、荷物を目的地まで正確に届けることができないんです。確かにそうですね。機関士さんがいないとエンジンなどの機械を動かすことができず、安全に船を運航することができません。さらに僕たちは航海士、機関士さんならではの魅力を入れて、航海士になってみたい、機関士ってすごいって思ってもらえるような新聞に仕上げました。なるほど。先生どうですか？確かにでも航海士と機関士って多分2つまず分かれて、航海士は多分8割方有名じゃないですか。有名です。なおかつこの階級がこうね、はあ、思わず今こっち見ちゃいます。そうですね。階級で言ったらこれはまあ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 中くらいですね。中くらいです。やっぱ向こうからこうちょっと多めの人が来るとってこう道さやっぱこう、なるんだ。長くやっております。自分でつけちゃダメなんだよ。自分でつけたら多分ちょっと詐欺でもいろいろおかしいノリ、はい、で、ね、将来やっぱ船に関する海の仕事をされたい。そうですね。夢は何ですか？航海士ですね。あ、航海士、お待ちしております。はあ、なるわけだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の時っていわゆるこれいわゆる B2B っていう職業じゃないですか。はいはい。大体お菓子屋さん、はい、おもちゃ屋さんとか C 向けのものしか確かに頭浮かばなかったです、ね、浮かばないですよね。でもこうやって見るとなんかあ、こういう仕事があるんだって小学校4年とかの時にガンって覚えるとすごい大きな体験になると思います。確かに本当そうですね、うん、僕らもちっちゃい時あればよかった、ね、あればよかったです。もうちょっとまともな人間。ありがとうございます。ありがとうございます。ま私たちのチームは営業運行支援の皆さんのことを新聞にまとめました。ちょっと渋すぎませんか？どっちかというとこっち花形のような、ね、ちょっと今びっくりしました。感じしますけど営業も航海士さんと機関士さんに比べて仕事の創造が難しいと思うんですけれども、はいはいはい、営業運行支援の皆さんは海運業を陸で支えるという重要な役割をしていることが分かりました。確かに営業の人たちって一番最初に担当した船はいつもどこにいるか思いを巡らせてたり。なるほどなるほど。自分の最初の、はい、それは見れたりするの？今どこにいるかなみたいな。あ、はい、あの見れるアプリがあって、へそれをなんかどこいるかなって見たりしてるし。でも先生もそうじゃないですか、最初に勤めた病院とか。病院とか今何やってるって跡形もなく綺麗になりましたね。すいません、悲しい思い出でした。すいません。でもう一個こっちはまた技術編と書いてますよ。技術部です。あ、技術部。技術部。私たち技術部の新聞をまとめるときに志麻さんという技術部所長の方にインタビューをして、船というのはいろんな活用方法があるということを知りました。例えば今だったら海面を走る船ですが、はい、海中を走る船だ、はい、海底を走る船などこういうのが当たり前になっていくよっていうのを教えてました。なるほどなるほど。未来の船はそういう風になっていくよっていう話も、はい、ほう、なんと海水から水素を作り出して、ほう、その水素からエネルギーを作って、そのエネルギーで船を動かすというの。お、要するに全然この石油とかを使わないからエネルギー的にクリーン。そうです、温室効果ガスが全然出ないという、うん、しかもまあこう走りながらできる可能性もあるってことだよね。はい、走りながら作って動かしていこう。永遠といけるわけだ。じゃあそうです、あの将来やっぱ技術関係に携わりたい。はい、これねやっぱ大森先生、うん、面白いですね新聞って。
やっぱ技術関係に関わりたい人のこの硬さやっぱ営業のこのポップさみたいな、こっちもたくさん人が出てますけど、こっち島さんしか島さん乗りで、あと全部船そうですね。さあ続いて環境サステナビリティチーム。あ、僕たちのチームは、環境サステナビリティの、皆さんのことに関して、新聞にまとめさせていただきました、はい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 。現在に地球上には二酸化炭素の排出による地球温暖化とか、またマイクロプラスチック問題、そして、まあ、海洋汚染など、さまざまな問題が挙げられると思うのですが、そのような問題を小生三井がどのような活動を行って解決しているのかや、またそれらを行う上でどのようなことを大切にしているのかに関して、まとめさせていただきました。君は人生2度目だろプレゼン力がすごすぎますよ、大企業のマーケの2年目すごいお上手。特になんか驚いた点というか、やっててああこういうことやってらっしゃるんだって。そうですね、まあ、今までこう海に関する事業のイメージしかなかったのですが、はい、それ以外にも、マングローブ林の植林など陸上でもさまざまな活動を行っているんだということを知って、はあ、まあ、個人的には、感銘します、はい、感銘した、ね。でもすごいマングローブってね、確かに今非常に問題になって、これが地球環境の一つの指標、かつマングローブって海と陸の本当に中間領域なんで、非常になんかちょっと象徴的だなと思いましたね。三井、商船三井がそこをやってるってことは、やっぱ写真ね、うん、偉い方ですよ、執行役員。あ、やっぱ知ってますか。はい、お名前だけは。はあ、やっぱ志麻さんとのこの構図が全然やっぱ技術研究所と光の入り方がやっぱちょっと吉村さん、大室先生、もしよかったら開運のクイズにチャレンジしてみませんか。私たちが出題させていただきます。はい、開運のぜひ。開運クイズ第1問、自動車線の高さは何階建てでしょうか。じゃあ僕は3。8階ぐらいでしょう。いや2かな。10階。いや8階だって結構でかいですよ。8。正解は3番の14階でした。いや惜しかったですね。いや僕ね、あの物流センターにいつも行ってるんですよ。それ物流センター8階建てめちゃくちゃ高いんですよ。でさっき見た時の感覚どうかなと思ったら、じゃあもう少し物流センターよりも1階が少ないでしょ。あ、14階もあるんですか。はい、うち6層が調節が可能になっていて、最高増点6メートルまで調節。あ、それじゃあちょっと低い。上がるのあれ。上がります、下がります。上がり下がりするんだ。で、いろんなものを積載できる感じになっています。はー、なるほど。すごいですよね。すごい。まあ、だからいわゆる千葉 の、 あの海岸沿いとかに物流倉庫をそのまま運んでるようなってことですよね。それぐらいの規模なんだ。それでは開運クイズ第2問です。商船三井の船で現在運んでいないものは何でしょうか。ほう、でもみんなが当たり前に思っ 意外ってことですね。意外と運んでない。なんだ、ちょっと待ってね、なんだろう、運んでいないもやっぱ全部運んでるんですよ。で、夢も希望もね、花毛に運んできてるから、はい、だからなんて言うんだろう、人間の悪い部分とか虚無、無関心、これを運んでない。正解はお笑いのネタです。あ、ほぼ同じ考え方じゃない。確かにそうですね。日常に欠かせないものを運んでいる商船三井の船は海運の百貨店とも言われます。おー、あとはお笑いのネタも運ぶことができたら世界中に笑いが広がって平和な世界になりますよね。なるほど、素晴らしいですね。そろそろ安村さんあたりは船で、まあ、そうですね。うち結構在庫あるんですよ。とっとと持ってってもらいたいですけどね、海外の方に。さあということでございまして、はい、いろんなお話も聞きました。最後記念写真に撮ってお別れいたしましょう、はい。でも将来はもう期待できますね。できます、できます。優秀な人材がもう早くも集まってるわけですから。さあここからはオフレコトークでございます。船内に臨時オフレコカフェ作りましたんで、はい、一応これ海の上ですよね。海の上で我々やってるということでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあということでございまして、ここからちょっと商船三井さんについていろいろお話を伺いしたいということで、はい、大室先生恒例の他己紹介を、ね、はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、自動車衛船事業の担当役員、商船三井阿部則夫さんです。よろしくお願いいたします。阿部さんはですね、1992年に入社されまして、不定期専用船3部自動車一課に配属。アメリカに2回、ドイツでも1回、
駐在を経験。ほうほうほう。様々な部署に移動し、2024年4月から執行役員になられたということです。よろしくお願いします。商船三井に入って何年目ぐらいですか？32年になります。あ、じゃあもう生粋の。もう必須の方ですね。もうアメリカとかさ、ドイツとかに行くとちょっとスーツカシッと着てなんかちょっとさ、はいはいはい、ソーセージとか見ながらやってる、なんかかっこいいイケてるビジネスマン風の人だいたい商船密度。なるほど。どうでした海外の経験は？海運は基本的に日本も海外も、はい、皆さん同じ目線で仕事をしているので、その点はとてもいいんですけれども、海外の皆さんやっぱ主張がなかなか強いので、はあ、その人たちとうまくバランス取りながらやっていくっていうのは結構苦労しました。譲らなそうですもんね。一切譲りません。そうですよね。大変だったと思いますけど、はい、その経験をされて今は、はい、この職種で、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ続いてはこちらの方ですね、環境サステナビリティ戦略部環境戦略チームサブチームリーダーの伊藤孝之さんです。よろしくお願いします。はい、伊藤さんはですね、今度また逆です。2021年です。まだ最近ですね。3年目、はい。グループの環境戦略の企画、進捗モニタリングや実行フォローを行い、入社のきっかけは海運業の果たす役割の大きさに魅了されたこと。趣味はテニス、マラソン、旅行というです、ね。ああ、なるほど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね。全部陸の趣味。全部。今んとこ水はない。そうですね。なりますけども。まあ3年目。はい。嫌でしょ横にこの30年クラスに俺が芸人でもやっぱ師匠がいたら大変ですけども、はい、まあ、中途での入社になる。あ、なるほどなるほど、はい、環境戦略ということで岩本さんも確か、はいはい、そうですよね。あ、そうです。はい、来られた、うん、はい、元気されてますか？あ、元気です。はい、今年からエネルギーの部署に移動されてるんですけど。なるほどなるほど、はい、先週ちょっとこの番組にも出させていただくことをですね、ちょっと報告しました。はいはい、あ、はい、なんか悪口言ってませんでした？あ、いえ、全くなかったです。大丈夫ですか？はい、はい、では最後に先ほどご案内いただいた伊藤航海士の高井由美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高井さんは2017年入社ということですね、はい、で一言これにですね、宝塚好きって書いてあります。この情報いります？はい、アンケートでは、アンケートみんな一応聞きますよね、はい、商船三井の働きがいは、はい、一生懸命みんな書くじゃないですか、はい、そしたらですね、高井さんなんと長い休暇と高い給与って書いてあります。いいですね。一番の魅力です。まあね、まあ、ちょっとこの辺りみんな濁す人多いですけどね、はい、まあ、でもこういうのは言ってった方が僕いいと思うんですね。簡潔ですね。はい、そうでございますか、はい、さあということで本日のトークメニューでございますね、狙いなりたい職業ナンバーワン商船三井の全貌ということで、2つ目が海の未来を引き継ぐ環境問題の悪化をせき止めろと、悪化をせき止める状態までも来ちゃってるということで、うん、最後は、海の未来で競争する日本の未来ということでございますけども、まず一番最初なりたい職業ナンバーワンになりたいと、どうでしょう皆さん働いてみてどんな会社ですか？就職活動をしてた時に、ここの方々とお話して、はい、一番何でしょうね、仲間意識がすごく強いなと思いました。はいはいはい、なので仲間として、受け入れてもらえる雰囲気がもうバンバン出てまして、あ、まあ、でももしかして会ってなかったら、まあ、しばらくして辞めようかなと思いました。気がついたら32年お世話になってます。なるほど、はい、でどうなんですか大室先生、はい、そのなりたい職業いろいろあるとは思いますけど、時代によってもかつてはテレビ局員とかいろいろありましたけども、うんうん、この商船三井さんはどれぐらいなんですかね、大よそ。いや、めちゃくちゃ人気ありますよ。まあ、まずは三井とかつくじゃないですか、はい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 、あとはまあ昔からね、やっぱ船といえばエリートみたいなイメージありますから、うん、やっぱりその頃からあると思います。ただ確かに、まあ、いわゆる、ね、今は空もありますし、はいろいろある中で言ったら、まあ、なんかその今の若い人の中でパッて思いつくかって言ったら、まあ、多分まだ今少し意識が高いというか、ちょっと就活マニアとかはすげー見てますよね。なるほどなるほど、はい、人気は全然まだまだ上がるじゃないですか。すでにずっとあるってことですよね。昔から、まあ、安定して高いです。はい、海外に行きたいみたいな人の中ではすごくで人気な職業ですよね。やっぱりでやっぱ駐在が基本的に港ですよね、うんうんうん、ってなると資源を扱うとこだったら、まあ、南米の山奥に駐在するとかだけど、船の場合港ですから、ドイツのなんとかとか、まあ、ロンドンのとか、まあ、そういうとこに駐在するんですよ。それは確かにちょっとかっこいいじゃないですか。あ、かっこいいですね。海外に興味を持って海外駐在したいっていう人は結構多いですね。あ、はい、やっぱさっき言った駐在はすごいよね。駐在比率高いです、うん、あ、そうなんですね、はい、ちょっとやっぱかっこいいし華やかにも見えますよね。華やかに見えます。ただそれあんま知られてないですよ、はあはあ、学生から見ると、うん、そっか、うん、はい、
本当に他の今回でバレちゃったかもしれないですね。他のところのもうメーカーの駐在とか、メーカーがアジアで工場を作るとこどんなとこか分かるって話ですよ。そういうことはあんま僕が言うのも良くないと思うけど。なるほど。確実に港にあるわけですね。そう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 、港イコール世界的に栄えてる、うん、シンガポール、ロンドン、港があるとこってもうそね。なるほど、そういうことになるんですね、うん、はい。さあ、伊藤さんは、うん、はい、海外に事業を展開してますので、いろんなさまざまな領域で活躍できるチャンスがあるっていうのがやっぱり、まあ、同じような話になってしまうんですが、はいはいはい、魅力的だなと思ってまして、はいはい、やはりオフィスで働いてても、もうこれから行ってきますとかそういう方も日常的にやっぱ発生しますので、そういったチャンスがある会社だなというふうに思ってます。なるほど、なるほど、はい、これからですこれからですね。これからバンバン出てくる、もう期待の優秀な、もちろん期待されてる方ということ。ただ僕は本当映画とかドラマの知識でやっぱ海の仕事とか見たりするじゃないですか、はい、圧倒的な縦社会みたいなイメージがあるんですよね、はい、それは例えばこの海、うん、船じゃない駐在先でも、うん、ですね、船の上は、ね、まあ、人命、および船の安全も絶対的に指示系とかはっきりしてないと被害が広がるので、はいはい、そこはしっかりする。一方でその陸側の我々はですね、もちろん上下関係はありますけど、ネットワークがコミュニケーションがとにかく大事なので、そこのが強みですかね。あ、だからそんなにガチガチじゃないです。だから僕は1年目で入ってきてなんか、はい、あ、おはようございますとか言わないといけないのか、そんなことじゃない、もう仲間です。あ、なるほど。そんな巨人師匠みたいな人いないんです命令系統が、人命が大事ですから劇場は人命が大事ですから、やっぱ命令系統、はい、あ、そうなんですね、はい、そこをなんか勘違いしてました。やっぱ、はい、海と陸では全く別な、はいはい、環境であるということが分かりました。さあ続いて高井さん。はい、やっぱりこうすごく勉強熱心な方がすごく多いなっていうのが私の印象です、うん、はいはいはい、自分自身で勉強するだけじゃなくて、自分の持っている知識や経験を後輩に一生懸命いろんな形で伝えようってしてくださる先輩の方がすごく多くて、はあ、高井さん結構野心ありますよね。いや、すごい野心あるんですよ。僕いろんなところ、もちろん船以外でも空のやつもありますし、鉄道とかもロケ行って、駅長さんとかそういうところの椅子座ったらどうですかって新人の方に言うんですけど、みんないやいやいや僕なんてとか私なんてって言うんですけど、あっさり座りました意外と受け入れて座るタイプなんで、憧れがあって、狙ってるなこの方はっていう感じがしましたから、はい、器がもうキャプテンの器整ってる、もうすでに整ってるね、はあ、もううっすらもう一本見えてますね確かに薄く出てますね出てますか、はあ、あ、なるほど、勉強熱心でということでございまして、はい、まあ確かに、まあ、好きなんでしょうね、うん、この職業自身を、はい、ちなみに給与面でいうと阿部さんいかがでしょうか、ね、はい、まあまあなんでしょう、なんじゃないでしょうかね。日本のいわゆる上場企業と言われている中でもかなり上の方ですね、はい、でさらに多分あんまり言いにくいですね、駐在とかするとほらそこにいい家も用意してもらえるんで、はあ、うん、海外も140年の歴史の中でですね、はい、うん、そういったその生活周りとか駐在仕事に集中できるような環境を作ってくれるという意味では非常にいい会社。ああ、なるほど、仕事に集中させてくれる、はいはい、確かに、まあ、スタートアップじゃできないですよね、スタートアップじゃなかなか難しい、もう右往左往しちゃいますよね、いろいろ向こうの情報収集してとかってなるけど、やっぱり歴史があるからそれができるという、はい、あと船乗ってたら使うことないですもんね、なんかコンビニ寄ってこうかなとかないですもんね。でも今はネット環境も充実しているので、船の上からアマゾン注文ができる。でも届かないでしょ。家に届かない。家には届くけど船には届かないから。船には届かないですね。家帰ったら置き配がすごいことになる。そうですね。そうか、はい。帰ったらもうアメリカの小学生のなんかクリスマスみたいな山積みのプレゼントが、いやプレゼントじゃなくて自分で買ったんですけど、はあ、そういうちょっと、うん、まあ、変化もあるんでしょうかね、はい、なるほど。さあということで、なんか、まあ、コロナもあって環境問題もあって海運は本当に、まあ、変化が多いと思いますし、特にコロナ中ぐらいじゃないですか、海運のこの大事さっていうのが僕らぐらいにもなんか気づかされたというか、うん、今後どういうふうに海運業界は、うん、変わっていくのか、まず伊藤さんから。あ、次のテーマにもなってるかもしれませんが、はいはいはい、やっぱり環境対応というところが海運業の中では大きな、うん、トピックになっております。まあ、やはり化石燃料で今船は走ってますので、うん、そこを少しでもクリーンな燃料に変えていくというところで、うん、まあ、大転換期になってきているのかなというふうに。なるほど、はあ、まあ、自動車は例えば電気ですよね、今動いて EV シフトって言われてますよね。じゃあ船舶は、今どういう感じなんですか。
基本的には今もう化石燃料で重油で走る船が多くなっています。重油ですよね、多分ね、はい。ただ今できることからどんどん始めましょうというところで、もうこの船もそうなんですけれども、一部 LNG ガスを使ったあの燃料の船というものが出てきています。重油で動いていた船を LNG 抱きにすることで 25% から 30%、 100% ではないんですけども、減らせます。一旦減らせると、はい。でも大変な時代じゃないですか。かつてはもう重油一本でいけたものが、うん、この時代になったらルールが変わったからやんないって、はい、でもやりがいはありますよね。あります、ありますし、やらなければいけないと思いますね。もう一つ、はいはい、動きとしましては、やはり、まあ、海運業のみならずですけれども、まあ、デジタル化の進展というのがあるかなと、はい、いうふうに思っております。陸上社員でいけば、他の業界と同じようにこう AI を活用した働き方みたいなですとか、そういうのが広まってきてますし、まあ、海運業でいうと、こう船のデータをこう見える化可視化して、こう効率的なオペレーションをしていくとかですね、まあ、そういったデジタル化もどんどん進展してるかなと。まあ、今タクシーアプリもこうやってね、はい、ある意味効率化してるわけですよ、うん、船も同じことが起きてるってことですね。そうですね、はい、なるほど。最短で行った方がいい、最短でこういった方が、はい、うん、そうです、あったりとか、はい、この量をここぐらいに積んでこういう順番で積んだ方が効率がいいですよっていうのをちゃんと、ここの船ちょっと空いてるから、ここにこれも一緒に積んでいけるみたいなのができるってことですかね。そうですね、うん、はい、そういった動きは、まあ、それはそうでしょうね。なるほどね。でもまあ大変な時代だとは思いますけども、やらないといけないわけですもんね。そうです。2050年までに、ゼロエミッション、はあ、これが弊社の掲げるゴールといいますか、ターゲット、はあ、うん、もうすでに2024年なので、まあ、残すところ20何年と、うん、はい、その間に、まあ、LNG は第一歩だと思います。なるほど、なるほど。で、我々はこの船をはじめ合計ですね、11隻ブルーシリーズというブランドで LNG 船を出していきます。この次、じゃあどういったエネルギー、どういった脱炭素を目指していくかっていうのは、業界を挙げて検討中ですけれども、まず目指すは2050年のゼロエミッション、はあ、壮大なテーマなんですけどね。だもちろん 20%30% もカットはすごいことですけど、はい、これまだまだ本当一歩目ぐらいの感覚ってことですね。はい、そうです、はい、おっしゃる通りです。こっから血を吐くような努力をしないと達成できない。はい、はい、吐かないようにそうですね、なんか、はい、暗いですもんね海外ね、赴任した時はもう華やかだった感じで、やっぱり未来を考えると重りが今、はい、頑張らない重責を担ってやってる、はい、ということでございます。高井さん、どうでしょうか、その海の現場として今後海運業どうやって変わっていくと思いますか。はい、これから多分なんですけれども、陸と船の距離感っていうのがもっと近づいてくるんじゃないかなっていうのがあります、うん、というのは、というのは、今ネット環境が今すごく爆発的に改善されてるんですね。スターリンクシステムっていうのを多くの船で導入してまして、ちょっとラインが1日1往復できるかなぐらいのすごく遅かったんですよ、今まで、はいはい、でも今はもう YouTube サクサク見れます。なるほど、太平洋のど真ん中でも。はあ、だから最新の情報も分かるし、そうなんです、はい、もう情報キャッチしやすいですよね。はい、そうですね。まあ僕個人としては思うのはですね、うん、例えばですよ、どっちかといったら海運って今まで日本の裏方のイメージがあったんですよ、うん、はい、でも今度ちょっと表方に出た方がいいんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん。昔の文献見ると、なんとかの国の海運王ってよく書いてある、はい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 、要するにあの頃は海運王って言ったら大富豪って意味ですよ。だから はいはい、そのぐらいやっぱすごいっていうイメージですよね、はい、そういう時代を経て、まあ、裏方を経て、僕も今回でもここまででもサスティナブルとかそっちの方あんまり知らなかったんで、ここまでやってる、はい、そのあたりが一つ表に出るポイントかなと思いますよね。先生のおっしゃる通りで、うんうんうん、あくまで我々はそのお客様の荷物を運ぶ、うん、そこは裏方の面なんですが、はいはい、そのサステナブルのところで、アピールをしていく、あるいは脱炭素を実現する、この部分で表に立つべきだと思います。そうですね、はい、この船はですね、LNG だけで動きます、はい、LNG が、まあ、万が一ちょっとこう手に入らないときは重油で動くんですけど、それはデュアルフュール、デュアルですね、2つの方法で動く船ということで、これを作っています。さあ次の船はアンモニアなのか、メタノールなのか、水素なのか、うん、というのが次のステップとして我々が乗り越えなきゃいけない、まあ、一つの大きなハードル。じゃあ車で言ったらまだこれハイブリッドぐらいの段階ってことですか。 その次があるってことですよね、はい、自動車はもう EV っていうはっきり明確なゴールがありますけれども、うんうん、我々実はまだ今の技術でもすごいじゃないですか、はい、でもこれをいつか捨てないといけない、さらに、はい、時代が来るわけですね、はい、すぐそこに来なければ間に合わないんです。はあ、ただこれ
あれじゃないですか。だって昔からさ、例えばこの VHS とベータみたいな企画競争じゃないですけど、どっちが主流になるんだってことが多分まだこう見てるんだと思うんですよ。で多分その主流になる方に乗っからないと投資するにもちょっとこう意味なくなっちゃうから、こうでも本来だったらそれのジャッジって、はい、国家がやるジャッジクラスのことを、はい、ねえ一つの企業がジャッジしないといけない名簿を握るってこれとんでもない大変なことですね。そこはちょっと誤解ないように国を挙げてやっています。でいわゆる海事クラスターっていうんですか、うん、いわゆる我々のような輸送をするところ、うん、船を作る設計するところ、うん、あと国ですね、これが一体になって今開発を進めています。なるほど、はい、まあ、ある意味リードできたらってことですね、はい、世界ですからね戦うところ。そうですね、我々だから実戦部隊として、まあ高井をはじめですね、こういった船を活用しながら世界に乗り出していってもらって、それが動いている間に別のエネルギー線を開発できる。大変です。でいいよね。いいと思います。まあ船だから、ね、船だからこの例えが合ってるか分からないですけど、自転車操業ですね。そうやって新しいの開発してやってっていう。さあ次ですね、海の未来を引き継ぐ、環境問題の悪化をせき止めろということでございまして、ちょっとテーマ1でもいろいろこのね環境問題の話はしましたけども、うん、ここはちょっと伊藤さんに、はいはい、お話をお伺いしたいということ で、ウィンドチャレンジャーっていうのがあるんですね。はい、風の力を、はい、使って船を推進するというところで、まあ、補助装置になるんですけれども、はいはい、第一線が2022年に運航を開始してまして、はい、今後どんどん拡大していこうという計画をしています。はい、で第一線では1日あたり最大でこう 17% 程度ですね、はい、燃料を節約できたりですとか、はい、まあ、平均でも 5から 8% ぐらいの燃料を節約できるということで、もう今足元からできる排出削減の取り組みとしてもうどんどん進めていきたいと、まさに考えています。ウィンド、風ってことですよね。はい、だからまあ、はい、だから多分環境負荷をやる時の先ほど最初に出た話で、はい、そもそも論のこのエネルギーを、まあ、重油から今液化燃料に変えて今後何になるかっていう、うんうん、まあ、多分そもそも論のエネルギーの話と、多分あとはこう機体をどんだけ強く軽くするかっていうような機体の話と、うん、あとはその風をどんだけこう、これも昔からあるって、はい、ここが今すごいってことですよね。はい、そうです、うん、まさに、はい、まあ言ったら船の原点、まあ、原点、原点、はい、そうです。でもこれすごいことですよね。すごいことです。はい、風ですから、はい、勝手に吹いてますからね。その通りですね。それはどうやって掴んで、どれだけ効率よく運行していくか、そこら辺ちょっと技術的なところはちょっと分からん、難しいよ。そうです、乗ったことがないんですけれども、うん、初めてウィンドチャレンジャーの形見た時にあまりにも衝撃的な形をしているので、そうです、そうですね、これこうやってね立てて、そうですね、初めて見た時はこれ邪魔じゃないのかなって、前見えんのかなって、いや僕もさ見た時にふざけてんのかな冗談でやってんのかなと思いましたけど、じゃないですよね、あれが本になるんですね未来、うん、でちゃんと前も見えて安全で、なんかこう素人的には風使うって言ったら、うん、あそこからブワッてタコみたいにでっかいのが出てくるのかなと思ったら、あ、この棒で終わりなんだと思って、でもあれがものすごくうまくいくと今後の、例えば先ほどおっしゃってた水素なのかアンモニアなのか何なのかって言った時にも、別にあれをつけとく分にはいいですよね。まあ、はい、まさにってことですね。燃料そのものを節約できますので、はい、次世代の燃料になっても、まあ、そこの、はい、やや邪魔ですけど目立ちますよね、世界中のところに。でももう今は違和感はひょっとしたらあるかもしれないですけど、船の僕らのなんかもうこういうもんだっていうのがありますけど、未来になったらもうみんなそこに棒がこう、はい、あれが船だっていう風になっちゃうんですよね、子供たちは。でも確かにここ大変ですよね、ちょうど今引き継ぐバトンを受け取って次に渡す一番大事なところですもんね。もう100年に一度ぐらいなんじゃないですかね。江戸時代から明治の時に北前部やめるぞみたいな時期ってことですよね。はい、そういうことですね。ああ、なるほど。日本って鎖国でほらあんまり貿易で大名の力を削ぐために船のデカさはせめて強くしてなかったんですよ。それをね、はい、明治維新で変わって、その頃のまさに技術革新じゃないけど、そういうような転換期だと思いますよ。100年ぶりの大転換期ぐらいが来るということで、どんな船を皆さん想像します、うん、今後の、うん、そうですね、船のこう燃料の転換というのももちろんそうですけれども、はい、まあ、先ほどのウィンドチャレンジャーであればもう例えば複数本こう立てたりとかですね、まあ、そういう船も今後出てくるんじゃないかなというふうに考えています。なるほど。多分それもね、たくさんあった方がいいでしょうけど、 その分重くなるから、それの中の多分最適バランスみたいな話ですよね。まあでも多分船の形も僕らがちっちゃい頃から知ってる船じゃなくなるんでしょうね。そうでしょうね。さあ高井さん、はい、
私は、まあ、もうロマンを語ってもいいですね。ロマン語っていいですか。こうなるんだろうなっていう。そしたら全自動化するんじゃないかなって、これから船は。あ、はい、でも全自動化するとやっぱ、はい、キャプテンの部屋ちょっと狭くしないと責任が変わってきましたね。でも全自動化したらもう人がどんどんいらなくなるんじゃないかなと思って、そしたら陸からこうこちょこちょこちょってこう操作して船を動かせるんだったら、なるほど、そういう時代も来たらいいなと思います。でもそしたら船乗りとしては寂しくないですか。だってここのこのでかいとこに 2,3 人だけになっちゃう可能性もあるから、航海士のジレンマですね、それね。そうなんですよね、難しいところです。全く同じことを外科医の先生がおっしゃってまして、やっぱり今ロボットになってるんですよね、はい、で外科と言いながらそっちに入らずにこっちでやってる。あ、うん、でそれが多分もっと進むともっとロボットになってる、遠隔で、遠隔、はい、だからこっちにはロボの船長とロボの航海士さんがいて、ロボがあの部屋に寝泊まりするんですね。そうなってくるかもしれない。先生はどう思います今後の。だから多分どちらかというと航海士、さっきのキャプテンという仕事、外科医の先生は今ロボットをちょっと動かしもするんですけど、まあ、術前から 術後を管理するプロジェクトマネージャーみたいに多分なってくるんじゃないかって言われてますね、うんうん、今はこう、ね、その機械を動かすってところの技も一応あるんですけど、どんどんそれが減っていくだろうと。だから多分航海士というのも、まあ、なんかその一つのそういう航海というものをまとめるプロジェクトマネージャーみたいになっていくんじゃないかというふうに個人的には思いますけど、うんうん、僕なんてやっぱ本当そんな賢くもないし、うん、あの知識もないから、うん、そのジャンプしてほしいですね、うん、そのスエズ運河とか大変なところは自然エネルギーでボーンってこういけるような、なかなか難しい、急に急に上がる、まあ、一瞬だけ上がって入るって言ったらなんか夢がありますよね。まあ水門的にこうで水を上げていけるところはありますけど、はい、そこめんどくさいじゃないですか、ね、あったりしてこの水位調整じゃなくてもボタン押したらボーンってこういくようなものはあってもいいかなとは思ってますね、うん、さあということで、はい、まあ今後環境問題にどう向き合っていくか、うん、ということをお三方にお伺いしたいんですけども、うん、そうですね、 まずそのゼロエミッションに対して、真摯に取り組む。で先ほども出ましたけど、じゃあ単体我々だけでできるか、多分できないんです。そうですね、全日本あるいは全世界で、はい、力を合わせてですね、そこにはこう技術的なところの共有とか、はい、アイデアの共有とか、これをしていかないと多分乗り越えられないんではないかなと。だから結構苦渋な決断をしないといけない時が来るかもしれないですよね、はいはい、とんでもない技術を作ってしまった、うん、はい、でもこれは一社だけでとどめてたら意味がない、うん、ような気がしますね。これは提供しないとって結構難しいところですよね、はいはい、ジャッジとしては、はい、これ終わった後怒られるかもしれませんけどね、こんなこと言って、はい、でもアイディアの一緒にこう作り上げていくのは、競争していくっていうのは絶対必要だと思いますね。あ、はい、そうですね、当社としてはこの2050年やっぱネットゼロエミッションという壮大なこうゴールがありますけれども、まあ、やはりもう今からできることは何でもやるというところがやはり大切かなと思ってますので、まあ、この LNG 燃料船もウィンドチャレンジャーもそうですけれども、まあ、積極的に進めていってですね、まあ、お客さんからこう環境対応しっかりやってるねというふうにこう評価される会社になってですね、まあ、しっかり第一人者としてそこをやっていきたいなというふうに考えています。なるほど、はい、さあ武井さん、はい、そうですね、これこのように新しいクリーンエネルギーとか出てきてますし、どんどん環境に対する規則がどんどん厳しくなってくるので、船乗りの側からしたらやっぱりちゃんと新しい情報を毎回ちゃんとキャッチして、何が一番効率的ででも安全で、何が一番正しい道なんだろうっていうのをすごく考えながらやっていきたいと思います。これまあ効率も大事ですし、例えばこうエネルギーにも大事ですけども、やっぱ安全がプラスされてて、そこがね一番大事ですから、かなり難しいバランスを取っていかないといけないんだろうなとは思いますね。さあということで、まあ今日いろんなこうイベントもありましたけども、アンバサダーたち、子どもたちいたんですけど、どんな子に将来入ってもらいたいですか？そうですね、いろんなものに興味持っていて、すごく自分の言葉でしっかり発信しようっていうその気持ちがある人って、すごくこの会社だけじゃなくて多分社会ですごく役立つと思うので、そういう興味を持って発信する力っていうのを身につけた方にぜひ入ってほしいです。そうですね、で、はい、話聞いたらすごかったんですよ、小学生の子たちは、すごかった、部門ごとにいろいろ新聞作ったんですけど、営業について調べるっていう子たちで、高井さんも知らなかったですね、営業っていう部署はこういう風にしてるんだとか、へーパーってなってすごい感心するというか、よなれしてましたよ。あの子たち全員入社させた方がいい。斉藤さんはどうでしょうか、どういう人材に、はい
はい、海運業ってこれからどんどん変わっていくので、そういった変化をこう一緒に楽しめるといいますか、そういったあの変化を恐れない方と一緒に働きたいなというふうに思います。はい、阿部さんは、はい、あのちょっと2人を引き継ぐような感じになりますけども、日本は島国でございまして、もう船でしか、外にこう荷物を運べない、輸入するし輸出もする、うん、世界とつながりたい、世界と一緒になりたいってい う, こう気持ちを持った、はあはあ、まあ、人がすでに多いんですけど、はいはい、あのそういう子どもたちにそこに環境が加わって、なるほど、一緒に観光を良くしていこうっていう気持ちの子どもたち、まあ、自然と集まると思うんですけど、ああそうですね、はい、お給料目当てみたいな子供とか来たらどうします？ぜひ入っていただいてしっかり稼いでいただけますよね、はい、ということでございまして、最後ですね、うん、海の未来で競争する日本の未来ということでございまして、うん、海の未来というキーワードで日本をより良くするヒントを紙ナプキンに書いていただいて、はい、番組の総括とさせていただきます、うん、それでは高井さん、お願いします。当事者意識という言葉を選びました、うん、これはちょっと自戒も込めてなんですけれども、うん、やっぱり船乗ってる間はちゃんとその燃料消費量とかすごいいろんなことを船のなんか効率的な動き方とかいろんなことを考えて過ごしてるんですけれども、やっぱり一旦陸に降りるとワンクリックでいろんなものを変えちゃうので、はい、ちょっとそのものがどうやってきたかとか、その来るまでにどういうものを消費してきたかとか、意識がいかなくなっちゃいがちなんですね。確かに当たり前のように届くようになっちゃいますもんね。はい、なのでこれから自分でもその陸にいる間でも自分でも何かできることがあるんじゃないかっていう、その意識を変えていくところ、もしくは一般の方々にもどうやったら今海運業界が持っているこの現状ですとか、その今持っている課題ですとかを分かりやすく伝えられるかなっていうのを考えながら、で皆さんに当事者意識、これは全部あの海の環境とかは人事じゃないんだよっていうのを皆さんに思ってもらいたいなって、広く知ってもらいたいなっていう思います。いや僕もやっぱワンクリックで買い物するじゃないですか、はい、当たり前のように届くなったから、だから人数が出てほしいですね、うん、この買い物に何人が携わったんですよ ね, ねえ、そしたら海運だったらここを運ぶのに何人かいたりとか、うん、およそ何人ぐらい携わってますってなったら、うん、ああそうかって思ったりしますもんね。私が運びましたみたいな、ああそうですね、うん、私たちが運びましたっていうのもありかもしれないです、はい、ぜひ。確かにそれは大事かもしれませんね、うん、ありがとうございます。さあ伊藤さん、はい、あの申し訳ないです、全く同じようなニュアンスになってしまうんですけれども、はい、うん、やはり自分ごとという言葉を選ばせていただきました、はい、私もあの仕事としてはこう環境戦略にこう向き合って、環境と向き合っておりますけれども、こう日常生活でどうかと問われた時に、うん、あの人々のこう生活 の, あの結果としての環境負荷っていうのもかなりあるのかなというふうに考えてますので、はいはい、そのあたりやはり自分からこう意識を変えるところから始めていきたいなと、うん、始めていきたいなとか、あの意識をしてしっかり続けていきたいなということがあるので、この言葉を選びました。そうですね、はい、ですからせっかくあの朝鮮水井さんが 25% 減らしたってなった時に、うん、じゃあ 25% 吉村使えるじゃんってわけじゃないですもんね、うんうん、はい、減らさないといけないわけですから、はい、ですからちゃんと自分ごとで考えないといけないということ、うん、ありがとうございます、うん、さあ、はい、新内、はい、阿部さんお願いいたします、はい、ブルーアクションフォーオール、さすが海外に行かれてたから海外に行かれて、はい、であのこれはあの弊社のですね、朝鮮三井の T シャツの書いてある本当だスローガンでして、はいはい、あの根っこのところは多分この2人と同じですね、みんなそれぞれ、自分のこととしてこの青い海を守っていこうと、うん、はい、でここから環境対応を、まあ、2050年先ほど申し上げた通り目指そうということでございまして、もう一つ加えるとすればですね、私の思いとしては日本のものづくり、日本のおもてなし、これをですね、こう海の世界で、パッケージングをして、世界に対してどうしても環境っていうと欧州欧米リードのような感じがしますけど、決してその日本が、こう発言力がないわけじゃないと思いますので、どんどん発信していきたい、発信していくべきじゃないかという意味を込めてブルーアクション、なるほど、みんなでやりたいと、はあ、はい、なるほど、もしこれ達成されたら、はい、その日本っていう国はひょっとしたら歴史上に偉業を ね, そうですね、達成した国として後々に語られるかもしれないから、結構大事な、そうありたいですね、分岐点かもしれません。さあということでございまして、大室先生いかがだったでしょうか。はい、
ものをやっぱ運ぶっていう、まあ、そこに対する、まあ、例えば AI 活用だとか、まあ、効率化っていう、まあ、ソフトウェア的な話と、まあ、あとはもう一個そもそも論として今船そのもののハードというかそれを変換しなきゃいけないみたいなことを同時でやんなきゃいけないっていう、特にこっちはそんな簡単に、ね、船が変わるとか、ね、エネルギーが変わるっていうのはなかなか立ち会えない瞬間だと思いますので、まあ、まさに伝統企業だって今非常にアクティブな時代なんだろうなってことが、そうですね、はい、はあ、確かにかつて伝統企業ってあんまりアクティブな面なかったですけども、ないですね、なんかどしっと構えてる感じじゃないですか、はい、そこを抑えてるんですから、もうなんか言ったらもう古い地主みたいなもんですよ、はい、でもなんかそうじゃないじゃないですか、はあ、はい、やっていかないといけない、はい、ということでございまして、まあどちらにせよ面白い時代になりましたね、はい、はい、頑張りたいと思います、よろしくお願いします、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。さあということで本日終わりました、いかがだったでしょうか、はい、いやーすごいですね、もうね、やっぱりこうちょっとスケールが確かに違いましたね、なんかこう地球規模で物を考えるとか、はい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 、東京湾狭いって言ってましたね、そうですね、やっぱスケールがでかいちょっとスケールがでかい、やっぱちょっと船みたいなことを中心に考えるとなんかこの地球とか、はい、そういったことになんかこう自然と思いがいくっていうのはなんかすごく実感できました、でも立ってみたらやっぱ風もそうし、なんか気持ちいい仕事なのかもしれないですよね、気持ちいいやりがいのある、そうですよ、この風とこの感じ、僕昔のさっぷ岬に行った時以来ぐらいの、ね、そうですよね、でもまあ達成 しないといけないこともありますけども、苦労もまた楽しめるような、はい、そんな企業だったような気がします、これをもうまあいい企業なんでしょうね、はい、はい、ということでございます、さあそれでは皆さんありがとうございました、また次回もお楽しみに、さようなら、はい。